バルセロナも世界中からあの観光客が集まってオーバーツーリズムに、まあ、コロナ前はものすごく悩んでいらっしゃったそして家賃もものすごく上がっているということが伝えられてきましたその中で今の試みですね図式化ちょっとしてみましたどういうことなのかちょっと一生懸命スタッフが図式化してみたんですが。 ななかかか我々には難ししいいいいいちょっと説明しててただいていいですかそうですね、はい、資本主義っていうのは基本的にありとあらゆるところに市場を作り出す、うん、でそれによってありとあらゆるものを商品にしていくです、ね、ーー水であっても電力であっても,ーーでもこれ商品になってしまうとそれまではタダで使えていたものもお金を払わないといけなくなってしまうーーヨーロッパでは民営化されたりしてますねこれねそうです、ねはいでまあ土地とかの値段もすごい上がっていったと。はい、でこれによって それまでフリータダだっったものがが値段がついちゃううでで希少になってしまうんですねお金は必要になるだから人々はますます働くそれによって環境も破壊されている。であればやはりどこかでこの流れにブレーキをかけてもう一回共有財産みんなのものにしていこうじゃないかっていうのを僕はこの「顧問」っていう言葉「顧問」共有財って言うんですけども顧問にしていこう。でそれを 今バルセロナの例で言えば住宅をみんなの財産として顧問にしていっていい手に入らないものをみんなに分け与えようじゃないかとそうですねで、まあ、道路なんかも今車に独占されているけれど<ー>市民のものであってもいいわけで、うん、それをみんなで管理していこうっていうで市民が自分たちで営むので、まあ、それを市民営化民営化新自由主義のもとだったあ,ありとあらゆるものが民営化されていったわけですけどそれに対して、えー、顧問の再生においては市民営化していく。うん これがつまり逆にこの顧問再生と顧問化というのが。これが全部に覆いかぶされると、これがいわゆる社会主義ということになるんですか。そうですね。私はだからコミュニズムって言葉を使うんですけど、それは別になんかソ連みたいなものではなくて。顧問型の社会で、顧問ニズム的な意味で使ってるっていうことです、ね。じゃあ資本主義だと、全部が商品化して競争になると。値が上がり、そしてさらに働きと逆循環になる。それを。顧問の部分をできるだけ増やすことで。 足してニザルの感じというイメージなんですかまあこの領域がどんどん広がっていくと必ずしも人々は長く働かなくてもあ教育も無償だ医療も無償だ公共交通機関も無償だよくよく考えたらあんまりお金いらないんじゃないかっていう社会になっていけばですねもっともっと別の市場以外での活動に人々が参加するようになっていって、まあ、経済成長とは違う領域がどん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 ,どん増えていく ただまあそうなればなるでやり方があるんでしょうけど先ほど、バルセロの例を見てもまあ資本主義の今のちょっと正直微調整にすぎないのかなともまあ見えるわけですねこれがこれまで広がっていく微調整ではないかというこの反論についてはどうご覧になりますか。これあのスーパーパブロックもですねかなり野心的にやっていて、はい 今後10年間であれを500に増やす500ですか500でか広場もあと20個ぐらい作ってえ市民全員が2 0 0ル以内に広場へのアクセスを保障するとか、うん、まあ公共住宅も新築の地3割は公営住宅にしなきゃいけないとか、うん、まあかなりいろんなルール作りをして街づくりをしてい,るいきなりもちろん資本主義になるわけじゃないんですあのコミュニズムになるわけじゃないんですけど。うん 顧問をだんだん広げていくと私たちの価値観が変わっていくんじゃないか、うん、それからもっともっと新しい、うんえー、クリエイティブな試みが出てくるんじゃないかというのを期待していますこういうことを進めながらそして先ほどあった富裕層をどうやってですねその二酸化炭素を出す存在じゃなくしていくかということかもしれないちょっとパックンさっき聞きたいことがあるとどうぞ。そうですすねあのじゃあちょっと話を戻しますが生活水準を 落とさなきゃいけないところでぜひあの具体的な例をお聞きしたいんですが、うん、例えば車に乗っていいんですかね車も例えば電気自動車にすれば何でも乗っていいってわけじゃなくて、うん、スポーツカーであるとか SUV とか大型車は 減らし禁止する減らしていくので車もシェアカーにしていったらいいんじゃないか、うん、で海外旅行は行っていいんですか海外旅行もやはり今のようにお金さえ払えばいくらでも行っていいという時代から1回とか2回に制限していく必要がある、うんうん、お金持ちにより高いあのいわゆる累進課税は導入すすすべきででか累進課税はですね僕は9割トマ・ピケティというフランスの経済学者が9割提唱していて僕もいいと思うんですね、うん 万円税金で払うとでそうするとお金稼ぐことが馬鹿らしくなるんですね。と賢い人たちはお金稼ぐこと以外に自分の能力を使うようになっていけばこれもまた素晴らしい、うん、そしてアメリカでは1980年ごろまでは実はアメリカ黄金時代50年代60年代でもそれぐらい高い税率はあったんです、はいうん、僕はこの辺反対してないんですよ、うん、全く同意です。でも今の話は全部 資本主義社会の中の中微調整なんです、うん、でそういうフレーミングをしてくれるならより大勢の方があ「ぜひやってみましょう」「こういう資産の再分配、えー、やってみましょう」まあ「こういう顧問を少しずつ増やしてあの低賃金でも豊かな暮らしができるようにしましょう」という方はどんどん増えると思うんですけどこれを「顧問再生」とか「えー、コミュニズム」ズムと言ってしまいますと。うんうん 少なくともアメリカ、欧米では反対派がぐんと固まって一気に動くなくなるんですよ、うん、だから同じ狙いでも微調整という言い方もしくはあの革命的な資本主義変動、変更という言い方とコミュニズムという言い方の間ではこの有効性、効力が全く違うと思うんですよじゃ資本主義のまあ微調整という言葉じゃなくても資本主義を変化させていくことでという言い方でも構わないんですか でもその、まあ、僕は脱成長コミュニズムっていう風にに、ね、脱成長とコミュニズムくっつけて呼ぶんですけれど、うん、やっぱり資本主義って基本的に経済成長を絶えず求めていくシステムであって、うん、でそのためにいろんなものを商品化していくわけですね。<ー>で成長をやめていろんなものを顧問にしていくんであればそれを,僕,を僕はもうもはや資本主義って呼ぶ意味がよくわからない。 そうなったらもう資本主義で呼ばないんじゃ資本主義とっていうのは基本的に成長っていうのがまあもう組み込まれていて,内在,されて内在されていてしかも、まあ、ある種宿命宿はみたいなもんですよね。それを捨てるということはもうその成長するということは完全に別に市場を否定しているとかではなくて、うん、やっぱりこの生活に必要なさまざまなベーシックなサービスを共有財産にして。 で成長をブレーキかけたらですね、うん、多分もう社会の論理みたいなものが資本主義とは呼べないようなものになってるんじゃないかなと、うんうん、もさっきのあの旅行例えば何か遠くは禁止するとかなんか聞いてるとなんかこう縛るようなですね、うん、みんなが窮屈だと思うような形にも見えてしまうただみんなが喜んでやらないとなかなか社会変わらないわけですよね。そこはどうご覧なんですすタバコの禁煙も最初は辛いと思うんですね一旦 やめてしまえばこの成長の解読をすればですね労働時間も短くすることができるし社会が平等になったら私たちはもっと助け合い支え合い持続可能な社会になっていくんじゃないかそれは多分後から見ればよかったと思うと思うんですよつまり今僕らが植え付けられているのが実は植え付けられている選択肢であって選択肢がないと思ってるのは 植え付けられてるからと実は他の選択肢があるんだとまずそこに気が付くことが議論の第一歩じゃないかなという風うな提案ですね渋谷さんいかがですか あのちょっと話をずらすかもしれませんけど、うん、ある意味これ女性的な考え方だという気が私はしながらさっき聞いてたんですね<う>あのバルセロナの女性の市長さんが出てきましたけどあ,<ー>あの人がまあいろんな温度を取ってこういう、うん、あの先ほどのようなブロックみたいなのを作ったりしてるんですけどえ同時にバルセロナが一番出発点となってフィアレスシティーズという動きが今世界に広がっていて、うん、それはですね要するにと人と環境に優しい、まあ、いわば都市を作っていくと。 地方議員や市民が参加して変えていくというまあ一種の運動ムーブメントなんですけどここの掲げるものの中にまあ民主主義をまあもっと強烈に進めるということと政治の女性化とといいうことが実は掲げられているんですねで今回コロナ禍の中でまあコロナ禍での考え方とおっしゃってましたけどコロナ禍で一番あの欧米でも強調されたのがエンパシー共感という言葉なんですけども。 これはあの、私、兄弟の山際十一さんという、あの前、前総長にですね。ちょっとレクチャーを受けたことあるんですけど、エンパシーというのは、やはり女性のものなんですよね。男性は、例えば、国家を守ろうとしてしまう。ですから、コロナへの対策も。国を守るための対策になってしまう。ところが、女性のトップがいる国は。 国を守るための前に人を守る対策を打っていくその結果的にまあこれは断定はできませんけど女性のトップのいる国の方が相対的にうまく今回コロナに対応してきた部分があるんですねだからあの結局資本主義から逃れるかどうかというのは私は端的に言えば何を捨てるかというと自分も含めてですけど私ぐらいの世代から上の おじさんの政治家を捨てるのが一番簡単な解決にたどり着く方法だと実は考えているところがあって、うん、そういう意味で斎、まあ、藤さんが女性的だという意味じゃないんですけど考え方はちょっとそのさっき言ったエンパシーをもっと広げようという考え方に思いますね。うんうん